One day in, one day out, on top, then you're down, the highs and the lows keep swirling, walk these streets like you're beat. どうも、趣味家の夫と妻です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。前回のね、動画ではゴールデンウィークに購入した植物たちを紹介させてもらったんですけど、今回からはね、そのゴールデンウィーク中に行った園芸店の様子を、3本続けて動画にしていきたいなと思っています。今日はその第1弾となる尾崎フラワーパークに訪問した時の動画です。尾崎フラワーパークは練馬区にある都内最大級の園芸店です。最寄り駅は西武線宿線の武蔵関駅で、徒歩15分ぐらい、新青梅街道沿いにお店があって、駐車場は250台とかなり大型の駐車場があるので、大きな植物を購入したいっていう方は車で訪れるのがおすすめです。ゴールデンウィーク中、僕らは今見てもらってるみたいに車でね行ってきました。はい、はい、妻に運転してもらって、結構ね天気がいい日を狙って行ったっていうのもあるんですけど、行く道もすごいね気持ちが良くて、こんな感じで青空が広がってます、うん、本当にドライブも気持ちよかった。気持ちよかったね、うん、で住宅街をちょっと抜けたりしつつ到着したのがこちら、尾崎フラワーパーク。もうこの時点で大きいのすごい分かりますよね。ね、うん、1階がサミットになってるんだね。駐車場から見たところがこちらで、いよいよ撮影なんですが、その前に、はい、こんな感じで撮影許可書いただきました。ありがとうございます。緊張するねでは改めて最初から、はい、ここが尾崎フラワーパークの入り口なんですけど、1階は、主に外で育てるハーブとか野菜苗、花苗とかがこう並んでいるスペースになります。でこちらミニトマトで今回購入したんですけど、こちらの詳細もまたね後々成長段階だったりとかご紹介できればなと思ってます、うん、でここが花苗のコーナー。やっぱり園芸シーズンっていうのもあって、色とりどりの花があったり、こんな感じでなんとお米の苗もありました。でその他には、オージープランツだったりとか、お庭に植える庭木、うん、だったりで、シーズンっていうのもあって今回はバラ苗がすごいいっぱいありました、うん、もう咲いてるのとかもちらほらあってすごい綺麗だったね、うんうん、結構ドライガーデンのね感じとかもいっぱい置いてあるんだよね。はい、アガベとかはこう多肉がまた館内でまた後々紹介するんですけど、こういった大型のね地植えする用のアガベみたいのは外にこうあったりするので、こうアガベを大きく育てたいっていうふうに思ってる人とかは、実はこの外のところもね見てほしいポイントだったりするね、うん、はい、うん、やっぱこんだけ大きいとね圧巻だよ。やっぱりうちはねベランダ栽培だから、まあ、あとは室内の LED で育ててるのが多いから、まあ、小さく育てるっていうのが多いけど、やっぱりアガベってこういう大きく育てるっていうのもね魅力の一個だから、ちょっと憧れるね、うん、でここが前回3月ぐらいに行った時は工事中になってたんですけど、あの果樹苗コーナーの奥にある一角で、石畳のガーデン風のディスプレイになります。でこれが古木タイプのオリーブ、うん、すごいかっこいいんですよね。迫力がね、うん、樹齢100年ぐらいなのかな、なんのかな、ね、すごいこう木肌とかかっこよくて、うん、いつか欲しいなと思ってます、うんうん、で他にも多肉外に置いてあるのがエケベリアのコーナーですね。たまにねこのコーナーにアガベが置いてあることもあるんですけど、ちょっと最近エケベリアも興味が出てきたのでね、ゆっくり見てます。
この中でね、個人的に気に入ったのがあって、それがこれなんですよね。なんかちっちゃいバラみたいな感じ。あまりにね、これ気に入っちゃって手に取って見てるんですけど、すごいこう小さいつぼみがいっぱい連なってるみたいな、これもエケベリアなんですかね。ドドランタリスっていう名前みたいで初めて見ました。はい、店内に入ってエスカレーターで2階に上がっていきます。エスカレーター上がるとすぐにこうアジサイだったりとか、この時は母の日需要でこう花の絵がたくさん並んでました。はい、で右側を向くと YouTube のこうサムネとかにね使われることも多いので、見たことある方もいるかもしれないんですけど、観葉植物だったり着生植物とかハンギングチランジアとか、そういうところがねこう集中してるエリアです。中に入ってみるとカラテアとか、やっぱりインテリアグリーンですかね、このビカクシダとか薄ネオイデス、これだけボリュームがねあると絵になるな。さすがにちょっと家でこれだけ集めるの大変そうですけど、ちょっと憧れちゃいますよね。でビカクシダ一つとってもすごいね、こうやっていろんな形で売られていて、結構なかなかホームセンターとかでは見かけることがない珍しい植物、珍しいビカクシダっていうのもすごいね、比較的多分手に入りやすい価格帯で売ってくれてるのかなっていう気がするんですけど、本当に見てるだけでもね楽しくなっちゃうラインナップですよね。この辺なんかはねすごくポットで安いんですよ。ほら1280円で、これ一株じゃなくて何株か入ってたりするのもあるので、たくさん育てたい人とかはいいですよね。僕はこのリドレーのワイドフォームが気に入っちゃって、すごい長く回してますね。圧巻なのがこの美角玉、すごいよね。大きいね。うん、もう本当にモンスターみたいな迫力がね本当にすごい、ダイナミックな植物が多いのがね特徴かもしれないですね。はい、うん、食虫植物とかも今いっぱいあったんだよね。うん、ここがハンギングコーナーで、本当にジャングルの中をこうかき分けて進んでるみたいなね、本当に緑まみれ、もう視界が全部緑みたいな、この迫力が東京都内で味わえるっていうのはね、すごい尾崎フラワーパークならではなんじゃないかな。こちらがチランジアのコーナーで、こうスロープになっているところをドーム型にチランジアが覆い尽くしてるって感じのコーナーです。うん、壁にかかっていたりハンギングだったりとか、もうかなり圧巻のコーナーになってます。トンネルみたいだよね。そう、うん、すごい綺麗でした。本当にね、いろんな種類のチランジアが飾られてて、結構インテリアとしてのこう飾り方の参考とかにもねなるんですけど。そうだね、うん、これ夫が見つけたウェルカムの看板、かわいいよねで前回の動画でもご紹介をしたんですけど、今回1個ねお迎えした子がいるんだよね。はい、これが購入した、まあ、前回の動画で紹介をさせてもらったコットンキャンディーですね。これ天井がガラスになっていて、こう上から差し込む光っていうのも綺麗でした。すごい、で奥に進むとこんな感じで、多分シンボルツリーみたいな大きい観葉植物がたくさん、これもねジャングル、すごい迫力ですよね。こんなのが家にあったらいいなとかいろいろ想像しながらね、ここ歩いてるだけでも楽しくなっちゃいます。
さらに進んでいくとこの多肉コーナー、今大ブームのアガベも結構置いてありました。この日は大飛雷神だったかな、結構大きいサイズのね、すごいムチムチでこれ小株が出てたりとかね、結構可愛いのがいっぱいありましたね。これすごいな。でアガベ以外にもこういうちょっとね名前がわからないような初めて見るようなビザールプランツだったり、こう斑入りのものであったりとか、すごいね数がたくさんあって、種類を知っている人が行っても楽しいし、何も知らない状態で行っても楽しめるしっていうようなラインナップなんじゃないかなと思います。この日はねディッキアも少しあったり、サボテンとかね、ザ・多肉っていうコーナーもありました。結構お店のレイアウトっていうのかな、展示が行く時によって変わってたりするので、その辺の季節による違いみたいのを探してみるのも楽しそうですね。でこの日気になったのがこれ何だったかな、ボトルツリーみたいなすごい可愛い多肉で、こんなにぷっくりしたボディあるっていうぐらい可愛い。相当気に入ってね。そう、しばらく眺めてました。そう、ずっと眺めてた。でこの他にもこう一般的な開墾、有名どころのアデニウムだったり、この日はね結構アロエが今年は来るよってね、なんか皆さん言ってる気がするんですけど、そんな話を聞いていたらねアロエ欲しくなっちゃって、うん、結構ずっとここのコーナー見てましたね。これも買えばよかったなと思いますね。前回行った時なかったんですけど、こう突如温室コーナーみたいなのができていて、うん、湿気が好きな植物みたいなのがこうたくさん壁だったりとかに展示されてました。なんか熱帯雨林みたいなね。ね、素敵でした。うん、で、尾崎フラワーパーク鉢もすごいバリエーションで、今見てるのが結構大きいインテリアなのかな、庭なのかな、ちょっとインテリアっぽいですかね、鉢なんですけど、こういろんな場所に鉢が置いてあって、多分インテリアプランツにはインテリアプランツに合った鉢が近くに置いてあって。多肉植物の近くには多肉植物におすすめな鉢が置いてあってみたいに、それぞれねこう植物に合わせて鉢もいろんな場所に置いてあるっていうのがね、選びやすくってすごく良心的だなと思いました。中にはこんな感じでこう木目だったりとか、うん、ジュートだったりとか、こうナチュラルな感じの鉢カバーとかも置いてありました。うん、こういうのもいいよね。うん、こうインテリアの雰囲気に合わせて選んでみたりしてもいいのかなと思ってます。うん、で中にはねこんな感じでちっちゃい、なんだろう、豆鉢っていうんですかね、実生とかそういうのに使うのかな、すごいちっちゃい可愛い鉢とかも売ってたり、こんな感じでね陶器鉢の中でもいろんなデザインのものが置いてあったりするので、この中から選べるっていう場所もね多くないと思うので、うん、鉢だけを見に来てもいいぐらいかもしれないな。そうですね、うんうん、多肉とかだとプラ鉢中心っていう人も多いと思うんですけど、こんな感じでプラ鉢の中でもバリエーションが結構ありました。その他にもヘゴ板だったりとか、こう着生に使えるような資材が置いてあったり、うん、あとはこの時期は野菜苗の時期だったので、その用土だったりとか、あとはこうちょっとおしゃれなハンギングの鉢カバーだったり、こう資材とかもねすごい充実していました。うん、でもう結構後半なんですけど、奥の方に進んでいくと
こうやってね流木のコーナーがありました。多分そのチランジアとかを着生させるのにすごく良さそうなね、かっこいいインテリアとしてこれ1個置くだけでもかっこいいかもしれないなっていうのがね、しかも結構安いんじゃないかなと思います、うんうん、その奥にはこうやってアクアリウムのコーナーもありました。こう意味がわからないぐらい大きいモンステラとかね、すごかったね、うん、で尾崎フラワーパークに来たらみんなが作戦会議をしているであろう隣のグロワーズカフェ。これね内装がすごくおしゃれだね、うん、僕らもね尾崎フラワーパークに行った時は毎回寄らせてもらってるんですけど、この日食べたエッグベネディクトめちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでしたはい。で、ここが入り口入ってすぐ右側にある聖火ラフレシアっていうお店で、ドライフラワーだったり聖火が並んでいるコーナーになります。結構今流行りのオージープランツのドライフラワーだったりとか、うんうん、こうおしゃれなドライフラワーが並んでいるので、こうインテリアのねプラスアルファとかにおすすめです。結構左側がドライで右側が聖火っていうお店のレイアウトも面白いよね。そうだね、うん、今の時期結構こう賑やかだったね、うん、はい。というところで多分尾崎フラワーパークに着いたのがお昼ぐらいだったんだけど、はい、もうこうやっていざ帰ろうっていう時にもう5時半とかね、5時間とかそれ以上ぐらい気がついたらね時間が経ってました。尾崎フラワーパークは何度来ても楽しい。うん、楽しかったね、うん、また来たいと思います。尾崎フラワーパーク本当に楽しいところなので、行ったことない人はぜひ行ってみてください。こんな感じでこの後も、ゴールデンウィーク中に訪れたお店の紹介動画を、2本続けて出していこうと思ってるので、よければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ではでは最後までご覧いただきありがとうございました。じゃあ